潮干狩りが解禁されたのは田原市の小中山潮干狩り場です。今日は雨にもかかわらず朝から多くの人が訪れ、次々とアサリを見つけては嬉しそうにカゴに入れていました。とても楽しいです。取れたアサリどうやって食べたいですか？パスタに入れたいです。毎年ね来てますよ。今日初めて来ましたけどね、なんかぷっくり身がしっかり詰まってるらしいんで。この潮干狩り場で取れるアサリはプランクトンが豊富な三河湾で育った天然物で、今年も例年通り大粒で味も濃く身入りがいいということです。小中山での潮干狩りは今年6月8日まで行われる予定です。